情、疫病、白氷の上を歩くような不安定な空気。さあ。明日は残念ですが午後から雨模様。傘をお忘れなく。明日も一日頑張りましょう。葉山あすみでした。ハオケです。いやあすみちゃん、今日も良かったよ。あたるさんのご指導のおかげです。もうかしこまっちゃって。もう口がうまいんだから。頼むよ美人キャスター。これ大丈夫？スーパー気象予測くん、受注取れました。さすが佐々木ちゃん。いやいや、葉山さんのおかげですよ。ねえ、私も結構頑張ったんですよ。え、あすみちゃんが？いや、こいつ勝手についてきたんですよ。ひどい。でもそれで部長の瀬川さんだっけが、あすみのこと超気に入ってくれて。瀬川さんな。まあ今回も葉山あたるさんのおかげです。いやいや、まあ、あとついでに、あすみもな。何その言い方。あ、そうそう。松本さんも、いろいろありがとうね。いや、私は別に。まあ、じゃあ午後も頑張りましょうということで、頼むよみんな。はーい。ねえねえ、ふうま。会社では下で呼ぶなよ。ふうまだって私のことあすみって呼ぶじゃん。みんなお前のことそう呼ぶだろ。はいはい、佐々木くん。なんだよそれ。今日のあれ、気まずかったな。暗そうな感じの。てか、あの人いくつ？確かあすみの2個下だから。え、お前の下なの？うん。もう子供とかいそう。もしあの人に告白されたらどうする？え、俺が？いや、あの人男に興味なさそうじゃん。ママ、わたしみたいな女の子が好きだもの。女の子って年か？あ、もう意地悪。食べついた機関車、誰からも見られない、誰とも。私、風魔の彼女になりたいの。ねえ、寝ないと私死んでやる。ああ、マジもう無理。重いわ。いかんで、ね、一生って。もう関わんな。もう1週間だよね。佐々木とか連絡ないの？いや、来てないっすね。まあ、なんとかなるだろう。そうだ、松本さん。え、あ、今日佐々木くんの打ち合わせに同行してあげてよ。いや、でも女性がいた方がいいんだよ。あずみちゃんもいないし。松本さん、よく見てみるといい女。松本さんがいてくれたら心強いな。でも私上がり症だし、もしダメだったら。ダメでもいいんじゃない？俺がなんとかするし。
界が変わる。きらめいて見える何もかも、あたし幸せになる予感。ごめん、重いから無理。誰からも見られない、誰と